皆さんこんにちは。アメリカ在住港です。本日はアメリカ海軍潜水艦での生活パート4です。潜水艦の中でのちょっと変わった仕事と生活を皆さんとツアーしましょう。ブルーノーズ、赤い花ではなく青い花です。ブルーノーズは北緯66度34分以北を横断した船員のことを指します。写真は空母ルーズベルトでのセレモニーです。では赤道を通過した場合ではどうでしょう。こちらはシェルバックと呼ばれます。画像は1929年に戦艦ユタの乗組員に任された赤道通過証書です。残念ながら潜水艦ではどちらのイベントについてもセレモニーをする場所はなさそうです。マイケル・ジャクソン、潜水艦の話題なのになぜにマイケル・ジャクソンと思われる方も多いかもしれません。マイケル・ジャクソンのスムース・クリミナルのゼログラビティが潜水艦でできてしまいます。浮上中の船内はそうマイケル・ジャクソン、靴底に仕掛けはありません。映画ハンター・キラーから、こちらは潜航中、座ってる人たちはコンソールなどを掴んで体勢を安定させています。勤務は6時間のシフト制で、潜水艦という限られたスペースなので当然寝る場所にしわ寄せが来てしまいます。一般の水兵たちのベッドというかラックの寝台部分の上部板を持ち上げるとそこは物入れになっています。靴と着替え、あとは手帳とペン、スマホぐらいがやっと収まるぐらいです。コストダウン、米海軍は性能向上やコストダウンのため様々な工夫をしてきました。その中でも以前話題になったのはバージニア級の潜望鏡です。フォトニックマストと呼ばれるデジタルカメラを使った耐圧・隔壁貫通タイプの潜望鏡です。従来型の光学式の潜望鏡なら筒が船体を貫いているのに対し貫通部分が少なくなるのでより水圧に対して有利になります。デジタル式の潜望鏡には他にもメリットがあります。潜水艦は敵に探知される危険性を低くするため、できるだけ海面に出る部分の面積と時間を少なくしたいのです。この点デジタル式ならば露調させて短時間で一気に360度の画像を記録できます。そして操作は専用のジョイスティックで行うことで容易になり、高精細な画像が大型液晶モニターに映し出されるようになったのです。ロッキード・マーチン社と海軍とで共同で研究されたこの XBOX コントローラーは専用のジョイスティックが約3万8000ドルするのに対し30ドル程度、価格は100分の1未満と圧倒的な安さです。また潜水艦乗組員たちにとって慣れ親しんだ XBOX コントローラーですので、特別な訓練もなしに数分でフォトニックマストを操作できるようになったということです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。動画が良いと思われましたら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今後の励みと参考にさせていただきます。本日は僕湊が担当しました。